トニー・アレンはアメリカ合衆国入りのイシュ州シカゴ出身のバスケットボール選手。身長193センチメートル、体重97キログラム、ポジションはガード。オクラホマ州立大学で4年間プレーした後、2004年の NBA ドラフトでボストンセルティックス4日順名全体25位で指名を受け NBA 入りを果たす。ルーキーシーズンは十七試合に出場を果たし、 1>, 1試合平均6.4得点2.9リバウンドをマークした。2年目となった05から06シーズンは平均得点を7.2得点に伸ばしたものの51試合の出場に止まる。3年目の06から07シーズンはキャリアハイとなる1試合30得点を挙げるなど好調なプレーを見せたが1月10日のインディアナペーサーズ戦で膝の人体帯を断裂する大怪我を負い。 そのままシーズンを終える。1試合平均11.5得点、3.8リバウンド、1.7アシスト、1.5スティール、FG 成功率51.4%、FT 成功率78.4%など、自己最高の成績を残していたが33試合出場に終わった。4年目の07から08シーズンには、怪我を感知させて75試合に出場。しかし、 新加入のレイアレンやジェームズ・ポージーに出場時間を奪われる形となって前年より数字を落とした。イースタンカンファレンスカンファレンスファイナルでアキレス腱を痛めたため NBA ファイナル第一戦は欠場した。チームとしては22年ぶりの優勝を決め、アレンもファイナルの最終戦では豪快なアリウープを決めるなどした。2012年のオフシーズン。 左膝軟骨損傷の関節教師化手術を受けた。2012から13シーズンの NBA オールディフェンシブチームファーストチームに選ばれた。サンアントニオスパーズとの NBA カンファレンスファイナル第2戦でマヌジノビリヌファウルを受けた際に後頭部を強打したかのように転げ回ったことに対してフロッピング行為として NBA から5000ドルの罰金を科された。 2017年9月11日、ニューオーリンズペリカンズと契約した。2018年2月1日、ニコラミロティッチ、将来のドラフト指名権とのトレードで、オメル・アーシュク、ジャミー・アネルソンと共にシカゴ・ブルズに移籍した。2月9日、ブルズからウェーブされた。ありがとうございます。